分県日田市元町 13-20 です。中華里と言います。こちらのお店何年ほどやられてるんですか？20年ですかね。プノンペンラーメンをお願いします。お野菜がいっぱい入ったヘルシーなラーメンですね。セロリ、チンゲン菜、トマト、野菜は地元のお野菜を農家の方に直接持ってきていただいています。あと黒豚とイカが入ってますね。麺も札幌麺の縮れ麺を使ってます。スープは豚骨と鶏ガラです。これを毎日新しく炊き替えてしてますんで匂いはないと思います。食べた後元気になるようなそんな感じのお野菜いっぱいのラーメンです。きっかけは関西で修行時代に食べた味の美味しいとこ取りです。3年ぐらいかかって自分の味にしてます。食べた人の反応、最初はびっくり、後で満足って感じですね。で福岡あたりから自転車で来られたりとか、あとは県外の方、9割方常連さんです。冷たいバージョンで冷やしプノンペンを今年から始めてます。結構それもおすすめですね。まだ改良改良で毎年進化してます。ラーメンを食べて元気になってもらうように、また新しいお客さんも増えてほしいんでよろしくお願いします。こちらはですね、平成22年の10月に開館しました寛義園教育研究センターといいます。でこちらの施設ですね、目の前に広がっております国史跡寛義園の、その修復案と園史楼ですね、そちら の寛義園跡の建物、あと寛義園の教育についてですね、皆さんに知っていただくための、ガイダンス施設、あと、展示施設となっております。こちらにあるものはですね、丹相先生 の若い頃の肖像画ですとか、あと広瀬資料館からですねお借りして、実際に寛義園で使われていましたその月丹表、あと入門簿ですね、あとその他丹相先生はじめ歴代塾衆、歴代塾衆が10人いるんですけども、その10人に関するですね実際に書かれた書服、掛け軸ですとか寛義園 の昔の姿を描いた絵図ですね、寛義園の絵図、そういったものを展示しております。こちらの開館時間は朝の9時からですね夕方の4時半ですねまで開館しております。